よし、お休憩いただいてきました。さあ、続きいきましょう。いやあと1時間じゃ終わらなそうやな。ああ、かなりあるもう。ベルトだけでも結構な時間かかってますしね。まあ、いきますか。フェルクンベル、最後ですね。今までどんなんだったっけ？全然覚えてないな。結構時間経ってますしね。お紅茶を芝居てんのか？けなげな。こうして紅茶を飲む時間は。こういうのもやっぱ好きやもんな、フェル君は。おったんかい。おったんかい。びっくりしたわ。お茶会してんだ。しかも立ってしてんのか、これ。別にそんな。座って飲めよ。そうですね。あれ、こんな敬語やったっけ？だろう。そういえば。思い出す。すごい近くなったな。あれ、こんな急接近したの、急に。思い出したことです、うん、あれ、こんな敬語あったっけ、ベルナデッタ、フェル君に対して。実は昔、とある霊場と私との縁談の話が縁談していてな。いつ頃？もう、生徒レベルの時。やっぱまあ、こういう時代は早いんかな、そういう、いいなずけとかそういうやつは。引きこもって部屋を一歩も出ず、呪いの人形を作るような。これ、聞いたことあるな。お隣さんじゃねえの、これ。そんな噂が立つような相手だったため、絶対に断るよう両親を説得したんだ。汗かいてないか。あ、全然ピンときてないな、顔的に。ああ恐ろしい相手ですね。お前じゃないんか。あ、でも引きこもりってとこは、あ、結構共感しますけど。いてんのか、そう、引きこもり霊場は。いや、その噂の霊場は君の。おい。バーリ家の娘だった。それを思い出した。貴族の霊、あ、でもどうなんかな。大きい小さいあるにしろ、結構数あんのかな、やっぱ貴族ってのは。ああ、当たった。立て、あの、座って飲んでたわ。確か体しか見えなくなった。刺繍が得意だった。人形でも作っていたのではないかね。ほうほう。人形は作ってましたけど、可愛いやつです。はあ、食中食。何気持ち悪い。ハエ取りそうとか。食中か。名前出てこんけど。ラフレシオとかそんなやったっけ？いや、いい。ともかくその縁談。ほう。君が相手だと知っていれば、受けていてもよかったかもしれない。いや、それ結果論じゃねえ。今、だいぶまともになったけども。5年前だいぶひどかったぞ。本気ですか？何が目的で、どんな企みがあると？いや、これ遠回しになんか告白しとるようなもんやけど。目的も何も。君をこの目で見知ったからだが。いやでも、この状態でなんか、くどいてたら結構本気感あるな。そうですか。美人になったな、やっぱり。フェルディナンドさんが、私は。いやもうそうやもんね。ハート出た。めちゃめちゃイチャイチャしとるな。暑いですね、開幕から。暑いお茶を飲んでからでしょうか。まあ支援 A ってすごいな。急にモゴモゴどうしたのだ。まあ、ぶっ飛ぶわ。昔の話だ。昔の話？昔？今じゃなくて？今じゃなくて？今の私たち。ああ。大いなる。なんちゅう勘違いさせること。仲間同士だ。だいぶその気あったけどベル。ね。私にはもう親もいないし。悲しい顔する。親同士の取り決めなどは無意味だろう。私にはもう親もいない。死んだん。あの、ハゲチャビン。そうですね。え、母ちゃんも行ってしまったんだ。なんか、心中でもしたんかな、あんなことになって。それに、縁談で結ばれていたら。いや、親死ぬってお前、完全にファイアーエンブレムの主人公やんけ。縁談、まあ、ベルも、なんか、違った感じになりそうな気がするな。きっと仲良くなれませんでした
だね、うん、どうせ親の決めた結婚と諦めてもっと引きこもってしまっていたかも、ね、そうそうそう、なんか違った未来になりそう。ならば、うん、呪いの人形姫から逃げた判断は間違いではなかったということ。うん、そうやと思うよ実際。またその話を。呪いの人形なんて食虫植物やったっけ。食人科で食虫科か。食人科はえぐいね。まあいいではないか。うん、君とこの大修道院で出会えてよかったよ。うん、くどくねまだ。それでは私は先に行くとするか。けなげな。お茶を楽しむ。ベル。本当全キャラ中一番長いまではあるぞ。あ、はい、また。私も。まんざらでもねえな。あなたにここで出会えてよかったですよ。こんな関係やったっけ。うん、あ、歌い出した。あ、背中に弓とか持ってたんだ。まあ、弓の名手ではあるからね。さあ、フェルトロ、ここ組ます予定なんですけども。うん、あれ、ここ下、こんな溜まってない。コニーなんて絵なっててもおかしくないぐらい一緒に出撃させてるんですけど。ちょっとドロテア最後にしようかな。ちょっとしたあれなんですけど。フェルペトラ。これもイチャイチャするんかな。フェルディナント。うん、ん、これ結構一緒に訓練しとった仲やよね。何か私に用かね。いいえ、けれどあなた寂しく見えます。すごい毛量がすごいよペトロ。獅子みたいよ。寂しく見えます。あー、いろいろあったの分かるのか。生きるのに必死でそんな余裕はない。結構強がってんのかな。いや、もう貴族たるあれもないからね、今。貴族っぽい格好してますけど。君は戦争が終わったら、故郷に帰る。帰るやろ、さすがに。帝国の人質だった君は。ああ。帝国が打倒されれば。フェル君もそれ把握してたか。いよいよ完全に自由の身だろう。はい。あ、帰る。帰るって。しかし、ポドラとブリギット、友好関係続くなら、いつでも来られます。また攻めてくんじゃないの。だっておじいちゃん、父ちゃんは死んだけど、じいちゃんご存命だよね。それが今国王だっけ。可能性あります。うん、フォドラいる。移り住むできます。大丈夫かそれ。フォドラに移り住む、うん。君は故郷にいたくはないのかな。そんな遠い距離じゃなくない？っていうか。ブリギット帰る望んでいます。しかしフォドラは新潟の佐渡島ぐらいの距離やったような気がする。私9年前フォドラ。9年前。人生の半分くらい過ごしました。あ、そっか。ペトラはもう17、18で5年後なら22、3か。確かに半分ぐらいか。ブリギット家族います、うん、フォドラも新しい家族、うんうん、仲間います。さすがに9年間はね。新しい家族か。私たちのこと、うん、そこまでイチャイチャ感ないな。嬉しいね。ならばこのまま、この大切な家族。でもこれでもペアエンドとかありそうね、多分。うん、はい、私たち勝ちます。お前ら一番死にやすいけどな。回避タンカーとして前バンバン出しとるからね。私は死にはしない。ただフェルクはマジで筆頭はね。あ、そろそろ踊り子もやらしてあげたいけどな。戦後ですか。あ、全然話聞いてなかった。戦後。あ、フォドラとブリギット、ここで架け橋となる。この二人でそういう約束。あ、なるほどね。もう戦後の話してんの。今からってとこやぞ。実は先ほど大人編のやっと2回目の戦闘なんですけど。あ、寂しさだと。これバレてたやつか。だが白状するよ。あ、私はペトラのことな。君が故郷に戻ることが。なんでもう勝った気でいてんのこいつ。まだまだやぞ。当てれとる。そうだ。こういうこと、あんまりないだろうから。両者の中を取り持つ役目を私が務める。ガンガン押したらペトラぐらい簡単にいけそうな気がするけど。
君がブリギットにいようと。めちゃめちゃくどくな。急にイチャイチャ展開になったわ。共に手を携え、フォドラとブリギットが。いやもう女子に対しての A を見とったら、とんでもない軽い男に見えてきたな。私たち力を合わせてやっていけないだろう。これは仕事的な意味じゃないよね。ありがとう、フェルディナント。いやこれは刺さるわな。感激です。ただ全然力ないけどな、フェルディナント今。私同じ寂しく思います。このまま。だからあなたの言葉嬉しいです。このまま帝国潰したらもしかしてフェル君皇帝とかなんのかな。フォドラとブリギット有効かけ橋頼みます。今まではクロードが統一王になったりとか、ディミトリもか。よし、今回そういうポジションをベレットやるんかな。任せてくれたまえ。どうすんだろう。そして、おお、ゴニョゴニョになった。は？同意する、します。でも結婚そのような未来ありますこと。同意してもらったけど。おお、すごいな。もうなんか支援 A すごいわ。もう一緒になること前提で進んでいくからな。じゃあ今回ペアエンドのつもりの二人いきます。フェル君ドロテア、いい加減わかるんかな。おや、珍しいところで支援 C でもう完璧に背中やろ。完璧に嫌っとったからね。進行、ドロテアの進行って確か、最初苦手で、才能開花するやつですね。そうでもないんやけど。結構、進行の才能ある人やよ。貴族重視の不平等な社会を作った女神のせいで、ひどい目に遭ってきた。そうなんだ。ああ、そういうことか。貴族。あ、でもな、孤児ってのも結構な大、そういうね、蔑まされる存在やよね、孤児って状態は。神聖な大聖堂で主の悪口とは。あ、フェル君は、敬虔な信徒なのか。ここまで敬虔な信徒ってさ、帝国領土選んだらどうなるんだろう。宗教って、ね、かなり、戦争の種になるあれやけど、ちゃんと分かってくれるんかな。しかし、ひどい目とは一体何があったのだ。だいぶ子供の時の話だよね。なんか泥水をすすっとったとか言ってたしね。あなたに教えて。CAA でこれ。こっから逆転できるか。貴族街の裏通りで施しを凍ったり、残飯を漁ったりして上をしのぐ。服とかボロボロやったやろうな。やはりそうなのか。何度か。どっか教会でかくまわれてたりとかはないんだ。そういう施設はなかったんだ。あ、これこれこれ。マヌエラ先輩に見出されて。私は歌姫になった。いや、マヌエラも全盛期の時でしょ。すごいな、これ。歌姫の私に対する貴族たちの孤児でも結構な、それはそれはオーラがあったんかな。ああ、今までの対応から一転してってやつか。私に唾を吐きかけ、その口で私の唾吐かんな。これは結構な、なんだろう、高揚感とかあったんかな。私を蹴り飛ばした貴族が、蹴ってたの。美しい靴を私に送るのよ。ああ本当に滑稽だった。でもそれはそれでよかったんじゃないの。それで君は貴族を嫌いになったのか、だがなぜ私を同類視した。お前か、もしかして唾吐きかけてたり蹴ってたやつ、もしかしてフェル君。このフェルディナントがそのような男だと。ちゃうんけ。見た目に騙され、態度を翻すような貴族とも思えぬ輩と。貴族じゃないんだ、それが。だいぶ貴族っぽいけど。え、違うと。
だって毛長。私は思ってます。やっぱり毛長えな。ああ腰近くまであるぞ。あれは歌姫になることが決まった日。やっぱりちょっと一悶着あったのか。少しでも汚れを落としておこうと、町の噴水でこっそり水浴びして。そんな大スターでもそんなとこ行かんなんの？あ、なることが決まった日か。マネ屋さんにスカウトされた日か。歌いながらここで、はしゃいでた。うわ。そこにやっぱり現れたのよ。出会ってたわ。私が？ああ。いや、まさか、それは。それで唾吐きかけたんでしょ？あと蹴ったり。やっぱり心当たりあるんでしょ？ドロップキックでもしたか？あなたは、私を睨んで、すぐに走り去った。これだけ？次に学校で会った時には、これだけな。あなたは別人のような絵で、睨んだだけで、私に話しかけてきた。睨んだだけでこれ？花に群がる。ミツバチのようにね。あ、だからミツバチって言ってんのか。これ覚えとるわ。見向きもしなかったくせに。そうか。こっからいけるか。支援 B でこの段階ぐらいじゃないと。君だったのだな。あ、何？一目惚れとかしてた？もしかして。ドロテア、聞いてくれ。ほう。それは誤解だ。ほう。いけるか、こっから。私はあの時。本当か？君に見とれていたんだ。睨まれたって言ってたけど、ドロテア。美しい声と、可憐な笑顔。笑顔。陽光が水に散りばめられ。一応昼間の話だ。水のせい。ウンディーネか。嘘。これは奇弁じゃないか。嘘じゃない。ただ、子供心に無性に恥ずかしくて逃げ出してしまった。そんなの信じてくれるか。勇気を出して戻ってきた時にはもう誰もいなかった。一応孤児の状態やから結構見た目もあれなんじゃないの。裸やったんかな。いや信じてくれるこれ。マジ。そうね。マジか。簡単やな。お菓子を作ってたあなたに。ああ、これ支援 B の下りか。あなたは私の嫌いな貴族とは違うって。本当か。でもなかなか受け入れられなくて。はあ、いいな。ただ今貴族じゃないからな。誤解が解けたなら嬉しいよ。それに私はミツバチ。いろいろあったからな。いろいろ受け入れられる人間にはなったと思うよ。君という女王蜂のために飛び回る。そういう役目も素敵だと思う。うまいこと言うね。ほうほう。なら一気にいったな。見張ってくれる。最終問題で100ポイントとか入ったような状態やぞこれ。終わった。マジか。まあ予想通りな感じでしたね。やっぱ子供の時に出会ってたんだ。はあ、まあこのままくっつけていいかな。ペトラともなんかそれっぽくなっとったけど。さあ、リン君、カスパル A とかあんの？リンカ、あ、ハピとかある。ハピ楽しみかな。リンカス、アフレンまだ出てないか。まあ、ちょうどいいかな。ここを組ます予定なので。じゃあ、リンカス。幼馴染みやったよね、確か。うん。あれは、いや、老けたの。あんなところ本当に。ただなんかこの髪型軍師感あるな。ああ、うん、また背の高い人と立ち会ってるのか。ほう。あいつも折れないな。立ち会ってる。喧嘩がなんかするってこと？今日こそ俺が勝ってやるからな。背の高い人。いや結構身長伸びてなかったっけ？そうだカスパル、その調子。おお。練習通りに動けて。応援してくれとる。それは受けて。何？それは足で。ああ。理論的な、あれ、あ、こんなんやったね、確か、支援 B まで。急所への一撃。ね、実況。やったな、カスパル。実況する。あ、よっしゃ、俺の勝ちだ。これはね、本当、なんだろう。ストリートファイトしてんのか。
そこで俺の一撃が相手の溝落ちに。ああ、見てなかったふりして聞いてんのかこれ。ね、ちゃんと聞けよ。寝てますね。今いいとこなんだぞ。これは変わってないのか。聞いてるよ。もう4回目だ。なんなんそれ。いい加減にして。同じこと連続で喋ってんの？お前な、もっと俺たちの勝利を喜ぶって。俺たち。俺たちということ。もうそういう契約というかそういうあれになったんだ。僕たちの勝利。うん。そうだ。お前の助言がなきゃ俺は勝てなかったんだぜ。いや5年前この時間の流れの感覚がよく。あ、いつまででもこんなことやってたんだ。ありがとな、リンハルト。戦争中ですけど。最高だって、うん。これも全然、生徒編で終わっててもいいレベルやけど。最高って。この感じ。いや、その、君が努力した結果。照れてやがる。顔赤いし。僕はただ口にしただけ。あれこれ、ホモエンドあんの？こいつら。A まであるってことはそういうことか。最高なのは、うん、君のそのたゆまぬ意志だよ。僕にはないものさ。まあカス君のいいとこはそれやよね。たゆまぬ意志。そう褒められるとなんだか体がムズムズするな、うん、だけど俺お前が最高だっていうのも譲らないからな。まあいいコーチというか監督ができたよねこれは。俺の意志はすげえんだろ、うん、だったら譲るはずもねえよな。ほう。ああそうだね、君はそういうやつだ。幼馴染っぽいねこれは。一生逃れられないんだろうな、うん、この腐れ縁からは。いや大事よやっぱ幼馴染って羨ましいもん。自分子供の時近くに同い年の男がいなかったんですよね自分の地域に、うん、女子ばっかでした。まあ逆にハーレムやったんですけど。なんだよ逃れたいのかよ、うん、年上は年下はいてるんですけどね。それとよく遊んでました、うん、いや別に羨ましいわ。切ろうと思っても切れない縁さ、うん、そうだな。何で切ろうとも切れない絆だ。剣的な。もし将来俺たちの正義がぶつかることがあっても。ああこれちゃんとディミトリ編で戦わしたかったな。どういうこと喋ってたんだろう。俺たちは絶対に争わない。知らんかったしな幼馴染ってのが。いや僕はそもそも誰とも争いたくないから、うん、戦場に出るのもこの戦争が最後だよ。リンハルト VS カス君は圧勝でリンハルトやろうな。そりゃそうだけど。めちゃめちゃ魔力あるからねこいつ。だから一緒に生き残ろう、うん、それなら約束していい。おお、なんかリンハルトっぽくないこと言うようになったな。おい約束だ、絶対二人で生き残って勝つぞ、うん、とりあえず戦争終わらせんとね。これが A ですか。うん。さあ、リンベル。これなんか、勝手に野外でやってたやつやよね。リンベル。いろいろ、また野外。ベルナデッタ、F では折ったんじゃなかったの、うん、あ、折ってた。そんな描写あったっけ。うるさいです、うん。余計なお世話ですよ、リンハルトさん。なんか誰に対しても敬語になったのか、ベルナデッタ。いやーよかったよ、僕も少し心が痛んでたからね。うん、ま、僕はもう君の絵に意見しない方が良さそうだけど。なんやかんやリンハルト結構な、なんだろう、女子のねいいところをくすぐるからな。知りません。怒ってらっしゃる。後日何この暗転。はあ、この状況ってなんて言うのかな。これは時間が経ったって意味か、さっきの暗転は。え、何ですか。またお互いに趣味に興じてる感じ。いやよね、ベルは絵描いてリンクは本を読む。ベルが邪魔ってことですね。ああ、わかりました、今すぐ片付けて帰ります。いやこの何気ないこういう状態で入れることが男女としてね、そういうことやってことを言いたいのかな。うん、そうじゃないって。もう言ってやらんと伝わらなそう。人が二人いるのに一緒にいる感じがせず、これこれ、それぞれ一人でいるみたいな状況さ。家族ってやつよ。それぞれ一人、うん、そうなんでしょう。私は
ずっと一人ぼっちでしたので。言ってやらんとわからんぞ。一人ぼっち。お。そうか。それなら二人ぼっちってことだね。一人ぼっちが二人で二人ぼっち、うん。どうだろう。どうだろうってどういうこと？二人ぼっち。何ですかそれ。これは勝手に解釈してくれたのか？恋人とか家族とか。一人ぼっちがいい。ああ全然ダメだ。結局被害妄想変わってねえんだ。帰らない方がいいよ。うん、何しろ二人ぼっちは作業に適した状況だからね。一人でいる時のような集中力を保てながら、二、うん、人でいる時の緊張感をも持て。案外これ図書館的な感覚じゃないか。これは素晴らしい環境じゃない。うん、君は二人ぼっちの効果を実感してる？ここからイチャイチャに持ってけるか。私はその一人の方が好きな気がしますけど。まあ、実際そうやからな。一人より他人がおるとね。リンハルトさんの隣で絵を描いてるとここ指摘されちゃう。邪魔やよな。考えちゃいますね。ね。それが緊張感ってことなんでしょうか。だとしたら効果は。だいぶポジティブに捉えたな。まあ僕は好きに指摘するけど。ほら。その絵も随分上達したね。さすがに5年も経てばね。輪郭が正確だし、うん、色の重なる部分の使い方もなかなか。それにそんなたしなみあったんだリンハルト絵の。リンハルトさんが折れた。では明日雪、いや嵐ですか。いや変わってねえなやっぱり。僕は思ったことを言ってるだけなのに、うん、まあいいや、それでどうやら君は才能があるのかもね。それに努力家でも、あ、努力家ってのはでかいと思うの。これさえあれば何でも身につくからね。諦めなければ。また、何を企んでるんですか。結構な尺取っとるけど。何も出ませんよ。イチャイチャ感ないな。まさか。私の心を奪って。ここでうまく着地するか。君の心は。褒めると奪えるのかな。ちょっと方向が変わったぞ。そんなことありませんから。あ、ベルの心は高熱です。ほう。奪えません。ほうほう。そうか。残念だな。これは本心で言ってそうやな。どうなの。全然照れとか出さんからなこいつ。あ、いや、もどっちな。よくわからないけど分かったよ。君は可愛いね。これがさらっと言ったあれか。褒めると、ああもうこれは考えて言ってんだ。あえて君は可愛いね。ああハート出た。簡単やな。終わりか。ベルだいぶ簡単やな。ああリンドロ、あペトロ A 2回ある。じゃあリンハルト、ドロテア。これはドロテア、ここにいたんだね。ほう、なんか真剣に口説きに来た感あるけど。リン君、私に何か。もしかして食事のお誘いかしら。男が来るってのは全部それか。いや、それもあるけど。あ、てかあれだ、君に言わなきゃならないこと。過去の男関係でリンハルトがすごい正論言っちゃったやつかこれ。僕は前に逃げてばかりの人生もいいって君に伝えたと思うけど、うん、なんだかそれだけだと君に不親切な気がして。ああ、また正論ぶつけに来たのか。不親切ってどういう話かしら。実を言うと、おう、僕は不安に感じてることが一つだけある。不安。逃げ続けた結果、いつか逃げる場所がなくなる可能性があるんじゃないかって。いやー、これよマジで。逃げ、そう、結局は追い込まれとるだけやからね。僕は嫌なことは全部避けちゃうから、うん、苦手なものは減らないし。ね、逃げるなら、なんだろう、逆に身につけた方がって思っちゃうんですけど、自分人間関係とかそうですね、なるべく嫌いな人間は作らないようにしてますね。痛みにもなれない。
学生の時からそういう意味では強くもならない、うん、そう。それで結局受け入れた方が早いと思う。それだけ、うん、でもたまにすごく不安になる夜もある。夜なんだ、うん、そんなことだったの。そんなことですって。そんなの我慢してたって同じでしょ、うん、いつ限界が来るか不安になる夜ばかりよ。そうなんだ。でもありがとう、うん、リン君の本音が初めて聞けた気がした。そうそう、あんまり言わんからね、こういう本音は。眠てえとかしか言わんしな。初めてって僕が口にすることは全部本音だよ。あ、そうだ。なんか知識から言っとるような感覚じゃない。ほんとなんか心の底からの意見というかさ、そんなんじゃない気がする。本当に、うん、ならあの時の言葉もよう覚えてるな。5年前のあの時ってどれかな、うん、まあ、それほどあれなのか。結構嫌な嫌な言葉ってずっと覚えてますしね、女性って。私は頑張ってる立派な女の子だと思う、うん、こんな細かいワード本当、うん、ああそうだ、ああ覚えてんだ。そうなのね、うん、慰めの言葉かと思っていたわ。実際ドロティアも努力の賜物でこうなっとるからね。リン君は私のことをそんな風に見てたんだ。ドロティアも簡単よな。何か随分と嬉しそうだけど。ああ、ちょっといいなと思ったらすぐここまで来るからな。おかしいわ、うん、リン君って本当におかしい。生き方も何も私とは真逆ね。これはこれで惹かれ合うのか。お腹が空いてきちゃった。ご飯連れてってくれってさ。ああ、そういえば僕は君を食事に誘ってきたんだけど。冒頭の通りやん。あれ、そんな話だったかしら。もう今なら絶対誘えるでしょ。今度最初に君に聞かれた時にそれもあるけどって言ったよ。すぐ口説かれるな。まあいいや、食堂でいいよね。町とかそんなやってんのか食堂。え？え？欲張るね。まあいいか。あなたの楽な生き方にご一緒させてもらおうかしら。なんだかんだ好奇やのトロテアは。ああ高嶺の花だわ。あーでリンペトラ。あー次楽しみやな。リンペトラ。これどんなんだっけ。少し知恵借ります。 BGM 的にはそんなイチャイチャ感ないね、うん、まあもうあと1回あるからか。知恵。ああ、ペトラか、うん、どうしたの。私先ほど狩り出ました。鹿、イノシシ、ほか多く狩るでした。蝶はあれか虫か。厨房そば運びました、うん、そしてほう、まさか解体を手伝うの。無理。結構なことやからね、解体って。血は無理なんだよ。はあ、いいえ違います。解体、はあ、狩る、そうすぐ行うします。野生的やね。血早く抜き、内臓早く外す。新鮮美味の肉、それ必要です。こんなんできそうにないぞ。気持ち悪そう。厨房運ぶ。魚でも嫌ですね。肉すべての処理済んだです。うん、そうなんで？じゃあ何？何の知恵が？そんな得意じゃ。うん。私燻製作る予定でした。燻製。大量の肉。煙でいぶすやつやね。うん。これのやり方教えてくれってか？しかし燻製用の薪、うん、予定外不足します。していました。いや、木切ってこればいいだけじゃないの？今から集める難しくあります、はあ、夜暗くなる、はあ、しまうです。明日やればそういうことか。腐るのか。一晩くらいなら寝かせといて、熟成していいんじゃないの。熟成向かない肉。あ、そう考える欲しいです。もう今すぐ木欲しいってか。そこの柱でもダメだかな。あれ石か。あなた石の柱か。協力、はあ、
私頭下げます。あ、もう頭いいとは思われてるんだ。そこまで言われると困るな。キーね。そうだね。出るか。そういえば修道院内の崩壊した一角に高そうな机が椅子が残ってたよね。それを使うのか。修理すれば使えるものもあるかもって捨てないでいたはずだ。いや、知恵とかそういうレベルじゃなくね、これ。高級な家具には長い間でできてるものも多い。それらは立派な燻煙剤になるよ。機能種類も重要なんだ、燻製って。本当ですか？知らんかった。素晴らしい、天才の知恵です。ほう、それほどのことじゃ。でもこれ知識ないとわからんことやしね。まあ修理できそうなやつは外して壊れてるやつから選ぶといいよ。へえ。感謝するです、賢者リンハルト。賢者行きましょう。まさに賢者。え、行くってどこに？手伝えってさ。家具選別リンハルト得意でしょ。ああ、これは専門家行かんとね。わからんな。 あとカスクも連れてけば。それは面倒だな。いや、選ぶだけならまだいいよ。力仕事は嫌ってか。でもその後必ずそれを運ぶ仕事が発生するでしょう。勘弁して。魔力で浮かせそうな気もするけど。全て見通す。そういうのないか。素晴らしいです。ぜひ。あ、それも。願います。家庭の話も褒めてくれんのか。ペトラは本当目先しか見えてないのか。じゃあ。なんで君は。僕なんかにそう何度も頭を。学があるってのは結構魅力的なんじゃない？分かった、分かったよ。僕の負けだよ。これ2回にする必要あったか？君のお願い、聞いてあげるから。運んでくれそう。腕を回したね。リンペとはさすがに、あ、ちょっと行き過ぎた。なんかてかペトラと誰も組ませてない、あれ予定が立ってないんですけどね。どうしようかな。このまま身一つで帰ってもらおうかな。で、倫理してや、これまた紋章の下りやね。カトインさんとも発生したか。これは面白そう。まだ嫌われたまんまやよね。だってリンハルト、お菓子を並べて何してるんです？これはご機嫌を取るあれか。ああ、リシティア、人生の選択。人生の選択。えらい壮大なやつが来た。何です？それお菓子を並べて。これは軍で一番お菓子作りが得意な人に。フェル君か。戦時中にもかかわらずかなりの無理を言い、いや、物資も乏しいでしょ。そういうの至高の材料と究極の調理法を揃えて作ってもらった。美味しんぼ。二つの小さなお菓子。急に美味しんぼ来た。すごく気になるんですけど。ああ。私にも食べさせなさいよ。うまいね。甘いものには目がないからね、リシティア。いいよ。ただし一つだけね。それぞれ味は違うけど。ここから面白い展開いけるか？もともと僕と君で分けようと思って作らせたものだからさ。ほう。ありがとう。なんか全然嫌っとる感なくなったな。妄想の話どこ行った？あんたが選べないっていうなら、私が両方とも食べてあげますけど。何をしたいんだろうか。ダメだよ。片方を食べたら、もう片方は絶対に口にしちゃいけない。そういうルールです。混ざると毒になるような材料が、ほう。それぞれに入ってるから。ほうほう。そんなうまいことなってんだ。一つなら大丈夫なんでしょうね。ちゃんと信じてくれる。もちろんだよ。これは片方を食べるともう片方は味わえないという選択なんだ。これは何を伝えたいのか。相手がどんな感想を言おうと、どっちが美味しいかは永遠にわからない。もし自分の食べた方をいまいちに感じたら、きっと選択を後悔する。そうなるね。それでも思い切ってどちらか選ぶしかないでしょ。まあ、お互い頭いい同士やからな。なんか答え出るのか。君はもう選択してるからね。はあ。二つの紋章を失ってても急に出てきた。長生きできる可能性にかけたいんだろ。あ、
これに繋がるのか。紋章一個消したらワンチャンあるんじゃねっていう話やけど。だからこれは僕の選択なんだよ。ほう。あんたの選択。こっから口説きに入るのか。もしかしたら二つの紋章があっても長生きできるかもしれない。それの根拠は？君という存在があれば紋章学は間違いなく新たな段階へと進む。これをうまく伝えないとまたリシティア怒るけど。一方で、うん、すぐに紋章の力を捨てさせれば僕にとって大切な人が、うん、大切な人、リシティアのことか。あ、この件も知ってんのか。紋章を片っぽなくせば元に戻るんじゃねっていう仮説やね。ハンデマンも言っとったやつ。ただそれじゃあ意味がないってか。助かるかもしれない。もちろん助からない。いや、わからんからね、これも。一個取ったとって。食べるまではわからない。そして食べたら、もう片方は絶対に食べられないんだ。究極やな、この二択は。リンハルト。って、ちょっと待ってください。うん、いろいろ言ったけど。まとめると、立者のことがっていう話やけど、大切な人。私、いつの間に、あんたの大切な人になったの？ここやよね。お菓子美味しいかどうかだってどうでもよくなってきたぞ。いつだっけ、うん、まあでも君は僕にとって大切な人だよ、家族。いやいやいや、すごい言うな。家族それって2段階ぐらいすっ飛ばしとるぞ。どうしてって言うなら考えてやってもいいですか。 やっぱ寿命短いからね、こういう言い寄ってくる男がね、割と真剣に言い寄って来られたら、拒む理由もないしな。あ、そうだ。このお菓子は二つとも食べていいよ。あ、毒じゃ、あの、一緒に食ったら、やばいやつじゃなかったのか。毒が入ってるってのは真っ赤な嘘だし。また怒るんじゃない？君の言ったように、うん、選べないなら両方とも食べるって選択もありだと思うんだ。なんでもありやな、こいつ。うまいこと作りやがって。戦争が終わるまでには、僕がどうかしてみせるさ。え、このどんぐらいなんだろう。1年ぐらいかかるのかな、この戦争は。あとちょ、え、そやな、月数的にはそんなもんやったな。本当に毒入ってないでしょうね、うん、そんな研究のする時間あんの。はあ、かっこよく去ってきやがった。いや、これこそ2回あってもいい気がしたけど。うん、最終的には助けたよみたいな。あ、でもそういうのはやっぱペアエンドで分かる感じにするのかな。あー、で今で40分近いのか。結構いい感じで進んでますね。あー、でも全然減ってねえな。あとプラス1時間近くはかかるな。じゃあリンハルト・カトリーヌ、これは全然また体動かす系かな。いや、カトリーヌさん、うん、ちょっと来店を見せてくれませんか。おい、なんだよ、やぶから棒に。何、エイノイさんの研究もしてんの。いや、使ってみたいんですよね、うん、来店を。なんで貸してほしいな。やばいんじゃないっていうか、そういう紋章不適合者持ってしまったら。はあ、あんた正気か。持つだけでも危ないよ。来店を使ってみたいって冗談じゃない、うん、戦闘中は簡単に使えるけどマイナス10ダメージか。危ないってこれ。僕は別に冗談なんて言ってませんよ、うん、真面目に使ってみたいんですけど、ね、マイクラでも実際だいぶしばらく持ってたらああなったんだっけ。ちょっと持つぐらいならいいんかな。冗談じゃないならなおさら悪い、うん、あんた、そう、今まで何を学んできた。やっぱ危ないよね。英雄の遺産は適合する紋章を宿してない奴が使えば、これこれ魔獣になっちまうんだ。ちょっとでもダメなんかな、やっぱり。もちろん知ってます。おお、名前っていう例もありましたね。名前出た。でも紋章を宿してるとそれが適合するものじゃなくても、紋章を宿し、ああ、全く持ってない奴が英雄の遺産持つとめちゃめちゃ危ないんだ。へえ。何も持ってないよりははるかに魔獣になりにくい。へえ。そういう研究結果もあります。あるんだ。なりにくいだけだ。ならないわけじゃない。うん。
危ない危ない。そんな危険な賭けをあんたにさせるわけにはいかない。マジになったらおしまいやしね。もう死ぬしかないよなあれって。いや一回なら大丈夫ですよ、はあ、過去に一度だってそんな例はありませんし。あるんだ何でもあるな。犬に噛まれたと思って一回だけ使わせてくれませんか。これベルトに言った方が早いじゃね。天帝の剣。いやダメだよ、はあ、私の目が黒いうちは絶対にダメだ。これはガチでダメそうやな。仮に魔獣になったところで困るのは僕だけ。いやこいやいや倒さなくちゃいけない周りも迷惑やろ。なんなら僕を討伐するための行為をしてからだって構いません。でも結構本気で言っとるな。いい加減にしろってんだ。英雄の遺産を軽く見るんじゃないよ、まあ、これはこうなるわな。いやじゃあいいです。折れたかこれは。怒ったカトリーヌさんを説得するな。すぐ怒らすなお前面倒なことこの上ないんで余計なこと言ったぞ今のは余計な。ああ。またなんてないからな。これはガチ切れですね。これを A に向けて埋めていくと、はあはあ、これはこれで面白そうやね。あ、しかも A2 回ある。うわぁ、意外なやつと A2 回あるな。で、リンハルト・ハビー終わりですな。この通路も外れか。いやーちょっとまだ見慣れんな、ね、このハッピー。すごい魔導士感出たな、うん、賢者感あるわ。もう諦めたら、うん、アビスって無駄に広いだけだし。過去作のなんだろう政治とかなんだろう賢者系こんな格好するよね女子って。それに、うん、今はこんなことに時間使ってる状況じゃない。なんかドラクエ感もあるなで、アビスを散策してんのか。こんなこと、うん、分かってないな。ほう。僕にとっては戦争の数勢なんかより数勢君のことの方がはるかに重要だよ。すぐ口説きに行くなお前。はいはい、紋章学的に重要だよね、うん、また紋章学の話か。君の誤解を招く言い方にもだいぶ慣れてきちゃったよ、うん、あー、ハピーも頭いいからな。誤解を招く言い方これでアマトの女子を口説いとるからね今。誤解を招くって本音なんだけど、うん、まあいいや。これどうなんかな、まあ、実際本音なんだろうけど頭が良すぎてそうなってしまうのか。とにかく魔獣を呼び寄せる君の力が。これの研究してんの君。紋章に込められた一種の魔法術式のようなものだと分かったんだ、うん、ほう。紋章に込められた一種の魔法術式。ほうほう。任意の対象を呼び寄せる転移の魔法はかなりの研究が進んでる。レスキューみたいなやつやね。あれ転移してきてんの魔物。あとは視覚と距離の問題さえ、うん、またややこしい話。ああ嫌そう。ハピー感覚派だから分かんないんだけどうん今は分からなくてもいいけど。どうする。君の力が解明されたらその制御には理論的な把握が不可欠になるよ。まあ実際どういうことになって魔物が寄ってきてんのかっていうのを解明しといた方がね。この先ハピーだけじゃない可能性もあるしね。分かった分かった。ああ。そん時が来たら頑張るし。すごい嫌そう。本当かなね、一人じゃ無理かもだから君に教えてもらうことにするよ、うん、ほらハピが失敗したら困るから助けてくれるでしょ。まあ魔物一体ぐらいなら倒せるんじゃない。え、なんで僕が仕方ないか。しゃあないな。ハンネマン先生に押し付けるのももったいないというか。ハンネマンもやってんのか一緒に、まあ、全部紋章絡みやからな。確かに非常に不本意ではあるけど適材適所を考えると僕が適任だよね、うん、そうやな。不本意なの、うん、今日だって元気に地下道参りしてるじゃん。これは何のために。これでもかなりの億劫さを感じてるんだよ。地下道回りは何してんの。でも君のことの方がはるかに。なんかあるのかここに。あ、この話したばっかだよ、ね、覚えてねえわ。とりあえず、うん、次はこれ何してんのこれ何か
隠された文献でも探してんのかな。ティモテの残したところあるんだ。見つけないと。あるんだ。行こうよ。あるんだ。はあ、はあ。こんなとこにあんの？はーい。見つかんなくてハピのこと解決しなかったらどうすんだろうね、君。うん、なんかちょっとハピは気になってる感じするな、男として。ここまで来たら最後まで付き合うよ。一生かかる。うまいこと言うな。顔がくなるかこれ。ああ。いや、そんなにかけられても困るし。これはどっちに、うん、ちょっと刺さってそうやね。はあ、顔は赤くならんだけど。ああ、うまいね、リン君。いや、これで50分近いのか。あと1時間です。いや。え、あと2時間ぐらいかかる、もしかして。うわぁ、すごいな。まあ、うん。1回目のベレトンだけでも50分近くのやつ動画出してしまったし、この辺で切ろうかな、また。うん、切りもいいですしね。はぁ、あと2パートぐらいで収めたいな。はい。したらまたお休憩してきます。Thank you.